今日の啓発動画のテーマは部落出身を隠す語るるのは良いことであるもうまさにねなぜこのテーマを取り上げたかというとこの各地の部落を巡ってて僕非常に気になることがあって特にこの解放同盟が組織されて童話事業が盛んだった地域で学校でその動画教育という名のえ解放教育がされてた地域の まあそういう教育を受けた世代の人っていうのはね妙にね自分はブラク民だとここはブラクなんだっていうねそういう信念みたいなものがあるんですよねまあもちろん解放同盟の審判とかそういう人はそれはそう思って当然なのかもしれないけど解放同盟のやり方だとか同和事情に対して反発のある人でもなぜかねその部分の信念は揺るがなかったりするわけですよではっきり言ってそれは洗脳されてますはいあの ブラック出身っていうのはね、隠してもいいしね、逆にね、ブラックとは全然関係ないのに、ブラック出身だって言ってもいいんです。はい。もう、これはね、例えばね、あの、秦野市屋の三河さんで、三河っていう名字だけど、自分は違うんだ、ブラック民じゃないんだっていうふうに言い張ることは、別に全然構わないわけですよ。ね。で、法律論から言えば、それで何か責任を取らえるっていうことはないんですよね、今の憲法下では。 和事業をやってた時代、例えば個人給付だとかね貸出金なんかでその詐欺で捕まったっていう例はあるんだけども僕は知ってる限りね例えばある何々町で童話対策をやってるのに実際はその町に居住実態がないのに貸出金を受けてたっていうことでヤクザが捕まったっていうような事例はあるけど例えばその自治体の中でねその人がブラック出身なのかそうでないかっていうこと ことを問題にしてそれで刑事犯罪にしたっていう例は僕は知らないですね例えばこの神奈川県でもねかなり前に事業者向けの貸付金の詐欺があったんだけども、まあ詐欺じゃなくてねあれ出資法違反で捕まってますからね同和会の人が、えー、なんでね出資法違反ってなかったかっていうとまあその貸付金の時にね法外な手数料取ってたっていうことがまあ第一の理由なんだけども実際はね 本当は詐欺があったんですよ。実際は会社経営してもないし、部落とも関係ないのに、過失的に受けてたっていうことがあったんだけども、まあ結局そのことについて警察摘発できなかったんですよね。じゃあ部落出身を語るっていうことがさ、それがじゃあ何の罪になるかっていうことになると難しいでしょ。まああとは、 あれは県庁とかねあと横浜銀行も関わってるからその部分を警察はつつ続きたくなかったっていうのはあるんですよね。まあとにかくそのブラック出身どうこうっていうのを語って法的な責任を問われる,問われるってことはまずないです。で倫理的な問題に関してもですねそのことであれこれ言うのは厚木市で解放同盟関係者だけです。え公務員だとかかねそういうい役所ななんかがあなた部落出身 でしょとブラック出身じゃないのにブラック出身を語ってるので,でしょみたいなことはね言えないわけですよそういう認定はできないわけですそんなことは。で解放同盟に関してもまあかあれこれ言うんだけどね僕も法庭で罵声浴びせられたんだけどもだけどあの人らにねブラック出身を隠すだとかブラック出身を語るっていうことについてあれこれ言う資格があるとは思えないんですよね。えー、前の動画でも説明したけど 岐阜県連の委員長はあれもろにねエセ,ドエセっていうかブラクとは関係ないのにブラク出身を語ってそれで委員長にまでなってねで葬式のパンフレットにブラク出身って思いっきり嘘書いてるわけだからそういうことをね県連単位でやってで県連ってあれ中央本部が認定するんだからねであいつは違うっていうことをね童話会の人なんかも知ってるのにまあ中央本部が知らないはずないのにそんなんね見過ごしてたわけだから。 それはもうね解放同盟にそんなことをどうこうね倫理的に言う筋合いもないと思うんですよ。でエセドアっていう言葉があるでしょこれもねあの解放同盟関係の人なんかもねなんかねそれをね都合のいいように言ってる節があるつまりそのねブラック出身でもないのにブラク出身だって言って利益を得ることがエセドアっていうふうなことを言ってるんですよね。 まあそれは分かっててそういうふうに言ってるのかそれとも単に頭が悪くて誤解してるのか知らないけどもエセドアっていうのはいわゆるエセ右翼なんかとの対比でねその反社会的勢力社会運動標榜ごろの一種ですからブラック問題の解決ということを大義名分に掲げてそれで人を脅したりとかあと不正な利益を得るっていうのが エセドですからねそれをやってる人がブラク出身だとかそうでないとかそういう問題じゃないですからね。そしてまあ何度も言ってきたけど歴史学的な視点でこの人は先民の子孫だっていうことが確実にわかる事例ってすごく珍しいんですよね逆に。で今はブラク民と言われてる人もそういうね歴史の積み重ねでそういうふうに認定されてるとはとても考えられないんですよね。 特に大阪なんか西成なんかあそこは部落でも何でもないわけですから歴史的にはねそういうところの出身の人が解放同盟の委員長になってるような実情があるわけですから。 その歴史学的にその誰がブラク出身とかそうでないとか白黒つけられないわけです。じゃあそんな状態でね、ブラク出身を隠したとかね、えー、逆に語ったとかね、そういうことを責任を問うっていうのは非常におかしなことなわけです。だからですね、自分がブラク出身だっていうふうにね、えー、そういうふう変な信念を持っている人っていうのはやっぱあの洗脳から解かれてですね、 出身隠ししてもいいしね仮に自分が子どもの頃からねここは童話対策を受けてで童話事業のね個人政策を受けてたって言ってもですねそこはしれっとね違うって言って別に言っても構わないんですそれ何も悪いことじゃないんですよ全く悪くないですそれはだからやってもいいんだと全国連が言ってたでしょやってもいいんだとこう思いを吐き 解き放って欲しいわけですよ、まあ、全国連がや言ってる「やってもいいんだ」ってのは犯罪するっていうことだからダメだけど僕は言う「やってもいいんだ」っていうのはその犯罪でも何でもないことをね悪いことかのように思い込んでね自分自身が不自由になってるとね世の中は本当はもっと自由なんだぞと解き放たれてほしいと僕はそういう意味での「やってもいいんだ」ですから。 悪いことじゃないからやってもいいんだと。別に法律違反しないからやってもいいんだって僕は言ってるんであって。まあそういう意味であの全国連が言うやってもいいんだとは違いますからね。僕はあくまでその皆さんに自由になってほしいと。自分で自分をね束縛しないでほしいと思ってるわけですね。ということはですね。自分は部落出身だとか、ここは部落だとかね。そういうふうに変な信念を持っている人はもうそういう考えから自由になってください。あの、 仮にね自分が部落思ってても違うというふうにね言い張るっていうのはね全く悪いことじゃないしね例えばもう部落のど真ん中の土地をねここは、まあ、地名は部落だけどここは童話地区じゃないって言ってね売ってもね別に詐欺にも何にもなんないですから本当にそういうものなんですよ世の中っていうのはだからそのありもしない法律ありもない変なね道徳っていうものに縛られないで もっと人間は自由なんだということを知った方がいいと思いますということで今日の啓発動画でした